番組、2000年から現在に全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。先週上げた動画のコメントでですね、改めてね、お前が誰なんだというコメントがあったんですけども、僕ただのねガオラの社員なので、喋りが下手な人がね、なんか喋ってるなと思って、まあ気楽に見ていただければと思いますよ。はい、今週ご紹介する試合はこちら、2004年4月18日に行われた特別試合、小島さと対三沢光晴の一戦です。今週の試合で、ね、マジでこの説明長くなるんで、見なくてもいいよっていう人はタイムスタンプを押しとくんで、そこに飛ばしてください。この試合ですね、僕ももちろん認識した上でちょっと隠していたわけなんですけども、というのもね、やっぱりこの企画始めてから、とはいえ他社さん、まあ、プロレスリングノアさんの選手の映像を使うということになるので、まあ、この試合は一応全日本プロレスの映像ではあるんですけども、企画を始めるにあたり気を使うところがあってですね、まあ、なかなかこう出すタイミングというのを僕としては伺っていたところなんですけども、今回来たるね6月12日 GHC ヘビー級選手権試合、塩崎剛選手に小島聡選手が挑むということでですね、なんとか全日本プロレス団体さん説得して許可をいただきましたので、ようやくこちらの試合が解禁すると。まあでもすごいことですよね。この当時やっぱ小島聡とプロレスリングノアの象徴であった三沢光晴が対峙するというだけでもなかなかの奇跡だと思うんですけども、この三沢光晴という選手がプロレスリングノアを旗揚げしてから、また全日本プロレスに凱旋してくるというところが、またすごく奇跡に重なっているところですね。まずは小島聡選手、新日本プロレスに入門し、そこでですね、今でも名タッグと呼ばれる天小路、この天山小島組を結成し、 IWGP タッグ王座を獲得するなど活躍しておりましたけども、2002年全日本プロレスに移籍することを決断いたしました。この移籍を決断して早々ですね、行われた三冠ヘビー級戦対天竜源一郎戦では敗北いたしましたけども、チャンピオンカーニバルでは優勝するなど、全日本プロレスにおいても活躍を続けてくれました。これ、この三冠のベルトにはなかなか縁遠くてですね、対橋本真也戦でも敗北するなど、なかなかシングルでは結果が出ないという日々が続きました。そこに来てですね、タッグ屋としての小島聡は抜群の成績を残すことになります。2003年の7月頃からですね、カズ林選手と組んでできたこの小島聡で世界最強タッグ決定リーグ戦優勝、そこからですね、アジアタッグ王座を戴冠し、さらに世界タッグ王座も獲得すると、破竹の勢いで全日本プロレスのタッグベルトを席巻していきました。こういうのはですね、もう一回崩れるとなかなかもうすぐにこう急降下していくものでですね、2004年の5月アジアタッグ王座の防衛失敗というところから、この翌月には先週ご紹介した永田裕二剣道家臣組に世界タッグ王座まで防衛失敗してしまうと。というわけで、この2003年末から上り調子だった小島聡選手がここに来てどん底に落ちていくわけですね。その中で小島聡がある光明を見出すことになります。ちょうどこの時全日本プロレスにおいてプロレスリングノアとの接点がありました。今回対戦する三沢光晴選手、もちろん言わなくても分かると思いますが、もともとは全日本プロレスで育ち、全日本プロレスで数々の名勝負を残してくれた名選手であり、全日本プロレスの社長でもあった人物です。そのような人物が2000年にプロレスリングノアを旗揚げし、自ら社長としてですね、団体をすごく盛り立てていったわけですね。シングル戦においてもタッグ戦においてももう数々の名勝負を残してくれました。やっぱりプロレスリングノアができてから、メジャー団体といわれる3団体、新日本プロレス、全日本プロレスを差し置いてですね、一番注目度が集まったのがプロレスリングノアだったかなと思います。ここにも書いてますけど、三沢光晴対小林健太みたいなね、すごい名勝負を残してくれたからこそ、それほどの注目が集まったということですね。そこに来て2004年の7月 GHC タッグ選手権で、三沢光晴、小川義成組が全日本プロレスの武藤敬司を迎えて対戦するということが決まりました。この時代、武藤敬司の正パートナーは荒瀬選手だったわけですけども、俺も三沢光晴と戦いたいということで、太陽ケア選手も名乗りを上げました。というわけで、全日本プロレス内においてこの GHC タッグ選手権にどっちが出るのかというシングルマッチが行われたりもしたわけです。これを勝ち上がった太陽ケア選手が武藤太陽ケア組としてノアに乗り込んで GHC タッグ選手権を行いました。この流れを見ていたのが小島聡選手です。俺も三沢光晴と戦いたいと、前回ですねご紹介した永田裕二戦の試合の後、バックステージでもそのようなコメントがあったかと思います。この GHC タッグ選手権が行われた後のバックステージ、三沢光晴選手がコメントを残しているところに、スーツ姿で一人で乗り込んでいったのが小島聡選手です。僕とシングルで勝負してくださいということでですね、すごくこうまっすぐな告白をですね、三沢光晴選手にしたところ、三沢選手がこれを受諾し、お互いが握手して、小島聡選手はその場を後にいたしました。というわけで、これを受けてですね、このシングルマッチが決定するというところと、この試合がですね、全日本プロレスで行われると、4年ぶりに三沢光晴が全日本プロレスで凱旋試合を行うということで、また注目度を高めるということになりました。ここら辺の小島聡選手、本当どん底でですね、もう本当に武藤敬司にも言っちゃうぞバカ野郎とバカにされたりとかですね、あんなことやってるけど全然成長が見られないというようなダメ出しをね、武藤敬司選手からも、後々は川田俊明選手からも受けていくんですけども、この三沢戦を機にですね、どん底からちょっとずつこう上がっていくのかなというような、小島聡選手にとってもこの希望の見える一戦、かつですね、やはり今2022年対塩崎剛戦 GHC ヘビー級選手権試合を見る前に、こういうような、ね、昔ノアと接点があったということは、ぜひねプロレスリングノアのファンの皆さんにも見ていただきたい一戦となっております。
ております。ぜひ最後まで楽しみにご覧ください。俺のやってきたこと分かんねえ、うん、俺ずっと13年間やってきたこと、全部否定されたんだろ、武藤刑事も分かんねえしプロレスも分かんねえよ。そしてニュートラルコーラー送り込んでいって、そして行かない、行かせないですね、行かない、行かせない武藤刑事。ぶっちゃけた話もね、あいつの行っちゃうぞエルボーが固定してから俺はあいつのレスリング伸びてないと俺判断してるからね、あいつ向上してねえんだよ、一切、その中で、今日もちょっとこの投げかけたけどやっぱり変わりきれないというか、バガタがバックドロップホールド、抑えて抑えて、今日が来るまで真っ暗だったんだ、本当に真っ暗けだったけど、ほんのちょっとだけ、明かりが見えた、中田とやって、ノアの東京ドーム行けなくなっちゃったけどさ、行けなくなっちゃった、俺やりたかったんだ、三沢ミサルとやりたかった、すげえやりたかった、すげえ悔しい、もしね、また万が一そういう機会があるんだったら、やっぱり三沢ミサールっていう人とやりたいなっていうふうにすごく思ってる。いや、行かない行かない、あえて自分から行かなかったですね、はい、新しい小島を見せるんだ、そんな思いが伝わってくる。ツーいや、小島今日ちょっとこの試運転なのに小島の力がすごい、なんていうか差を感じたからね、今日ちょっとなんていうかな、一瞬たじろいだというか、苦戦したというか、なんとなくあいつバケツさあるよな、なんとなくじわじわだけどなんか言ってることが分かってきたみたいな感じで、すごい楽しみでもあり、すごい脅威にも感じてきた、何でもいい、どんな形でも三沢ミサルとやりたい、願いが叶うかわからないけど、やりたいという意思はきっちりと伝えておきたいと思います。失礼します。全日本プロレスの小島と申します。当然ですいませんが、どうしてもお願いがあってやってきました。4月18日両国大会、この俺と戦ってください。全日本プロレスのリングで戦ってください、お願いします。ありがとうございます。でもあそこまでこうね、ストレートに来られるとやっぱり断れないというかね、まあ俺も興味、ね、あった選手なんでね、やっぱりこう、まあ、やっぱり三沢ミサル自身がね、こうやってみたいって気持ちがあったんでね。自分の目標として、全日本プロレスを背負って立っていくという、本当の目標、3回ヘビー級っていうものももちろんですけども、全日本プロレスを背負って立っていきたいという目標の中で、ここで三沢ミサルと試合をできるという意味は、非常に大きいと思います。言ってみればね、ミスター三冠ぐらいの人ですから、伊沢さんっていうのは、その人を体感するっていうことによって、自分自身が目標にしている三冠っていうものはやっぱり見えてくるとは思います。頬を張りましたブルー系チキンクリからのエルボー、小島が三発見舞っていった、クレビ回っていったローリングエルボー、いや、この辺りミサを意識してますね、はい。あ、タイガードライバー行きますね、これね。そうですね。タイガードライバー90見せるか。俺は胸なんか借りないよ。
玉砕するつもりもないし、うん、当たって砕けるとも思わない、思わない、当たって砕けないよ、うん、当たって砕けるのは向こうだ、うん、俺は全日本プロレスの小島聡だ、うん、もっと全日本のは何だっていいさ、うん、一つだけ言えるのは俺が今全日本プロレスって言うことだ。まあ、だからその小島選手のね気持ちに応えるためにも遠慮せずにガンガン行きたいと思います。今自分の本当の姿が砂浜に映し出される。その影を見つめた時、これまでの歩んできた道のりが頭の中をよぎり始める。自分にだけしかわからないその道に何を思うのか、焦らず迷わず振り返らず、今勇気に向かい自分が進みたい道を見つめて一前進。それが己が選んだ己だけの道、剛腕継承小島さとし。これはまさに青天の霹靂。ある者は意を決し離れる選択をし、またある者は生まれ育ったその地を顧みることなく新天地に夢を求め旅立った。白帆を掲げた帆船は荒波に向かい、その船の名はプロレスリングノア。果てしなく航海に出て行く4年間、約1460日間、その中で船長が何かを思い出発地点に戻ってくる。お帰りなさいという言葉はいらない。なぜならばその一行は外敵となって生まれ変わった。プロレスリングのは三沢光晴。そして小島さとし、これから両者が対峙します特別試合、和田レフリーと握手をした三沢。スタートしました。小島さとし対三沢光晴、戦いの宴、両者によってこれから激闘が展開されます。両国国技館のリング上、解説は週刊ゴング小佐野武弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、はい、四天王時代の全日本プロレスを僕は思い出しましたね。なるほど。今の恭平さんとの握手にしてもね、はい、恭平さんもよもやねまた三沢光晴の試合をさばく日が来るとは思ってなかったと思うんですよ。そうですよね。かつてはね三沢の三冠戦をさばしたレフリーですからね、はい、まあ、小島が握手を拒否したというだけじゃなくね、はい、三沢の心の中にやっぱり恭平レフリーとちょっと握手をという気持ちもあったと思いますね。なるほどね。さあ三沢光晴、約
1460日間を経てこの全日本プロレスのマットを踏んでいるわけであります。三沢光晴、今万感の思いで古巣のリングに登場。4年間という期間の中で三沢光晴完全に変わりました。また小島聡も新日本プロレスからこの全日本プロレスにやってきた。三沢から食らったエルボー、さあその痛みはどうなのか。小島聡、今のね、はい、小島のラッシュでね、はい、三沢の表情が変わりましたよね。そうですね。さあ三沢が今全日本プロレスのマットに上がっています。これは夢ではありません、現実です。そして三沢が見つめる先には小島聡。4年間という月日、長いようで短い、短いようで長い期間であります。完全に全日本プロレスのマット界、それも変わってまいりました。いろんな出来事がありました。そして今この三沢光晴は4年ぶりに全日本プロレスのマットを踏んだ。さあその三沢の胸中、去来するもの、それは三沢光晴本人でしかわからない。さあそして今小島聡がここは三沢の腕、手首を取ろうという体勢を作っています。三沢は7月の10日ノア東京ドーム大会では小川義成と組み、 GHC タッグ選手権で太陽系は武藤刑事組を破りました。試合後小島が控え室で対戦を要求。あそこまで小島に言われると気持ちがいい、やらせてもらう、昔の全日本とは全く違っていると思うし、俺は俺の試合をやるだけだ、そう話しました三沢光晴であります。長野さん、はい、まあ、三沢もですね、今その全日本のリングを経てまだその5分は経っていませんが、はい、いろんな思いがねその頭の中巡っているかと思われます。そうですね、はい、あの考えたらこの両国にしてもね、全日本時代、はい、タイガーマスクとして出てるわけですよね、特に前回の18年前ですか、はい、あの頃はね、あのジュニアヘビーのベルトをタイガーマスクとして取って、はい、その後ヘビー級に転向した直後ぐらいだと思うんですよね。そうですね。だから、まあ、ある意味あの三沢がその、はい、日本マット界のねトップスターに行く、はい、過渡期のね、はい、まあ、苦しい時期だったとは思うんですよ。でその時期があったからね、今のこの、 あの三沢という偉大なるレスラーがね、はい、いると思うんですよね、はい、だ本当にね、今日のこの全日本のマットは、はい、天竜源一郎が上がり、はい、この三沢光晴がいい、はい、川田、大森というね、みんなたもとを分かった人間が実は同じリングに集まっているというね、うん、本当に意義ある大会だと思いますよ。とにかく、まあ、表現良くないかもしれませんが、生粋のもう昔から全日本プロレスを応援している、また見てくださったファンの皆さんにもたまらないでしょうね。そうですね、あのノアができてから、うん、その純粋なノアのファンの方も今日いっぱいいらっしゃってると思うんですけれども、あの全日本の分裂騒動の時やっぱりファンは悲しんだわけですよ、2つに分かれることがね、それが今どういうあれであれ、はい、三沢がリングに上がってくれてるっていうんでね、喜んでる全日本のファンの方多いと思いますよ。そして今ここは上手を取るが小島聡、小島は語りました。その僕が中学生の頃、三沢さんが初めてタイガーマスクで登場した時、会場へ、見に行きましたね。その後マスクを脱いでジャンボ鶴田さんとの戦い、さらにその超世代軍をやっていた頃に僕は新日本プロレスに入ったんですよという、まあ、三沢さんと対戦できることが本当に大きいことですねと話しておりました長野さん。はい、その気持ち分かりますよね。で結構レスラーになった人はね、不安時代のことを覚えたじゃないですか、そのレスラーとの対戦って特別な思いがやっぱあるみたいですよね。さあ小島とガンガン行ってほしいですね。エルボー合戦になりました。三沢の得意技エルボーに、ならばその俺もエルボーで立ちはだかってやる、そして向かっていってやる、そうそんな小島の意気込みだ。しかし空ついているエルボーになった。さあ三沢、三沢の小島をロープに振りました。帰ってくるところどうか、さあ思いっきり掴んでクラリアットを見つけまいりました。そうですね、この切りもみ式がね三沢の特徴なんですね、はい、今5分を経過しました。さあやっぱりね小島ちょっと緊張してるんじゃないですかね。あ、そうですか。ちょっと硬いですよね動きね。三沢光晴のこの全日本プロレスのマット登場は2000年の7月20日博多スターレン大会以来となります。ですから本当に1460日を経てまたこの全日本のマットを踏んでいるわけであります三沢光晴であります。現段階第8代の GHC タッグ選手権王者であります三沢、さらには小川義成、その小川は今日青コーナーの下についてじっとその戦況を伺っています。そうですね、あと鈴木小太郎にね、そうですね、リッキーマルフィンもいますね。はい、大阪
大変カウント2カウントで返しました三沢光晴であります。さあ今度は腕を取っています小島聡であります。ここはグランドの展開レスリング戦法できるこの小島聡であります。三沢光晴ユーダレプロレスリングのは三沢光晴ですから、この全日本マットは今やその敵のマット、敵陣であります。外敵として今日この全日本マットを踏んでいるわけであります三沢光晴であります。大田野さん、はい、本当に4年間でいろんなその戦況、まあ、変わりましたよね、ただ本当にね、客席の雰囲気は外敵じゃないですよね。そうなんですよね、まあ、結局あの小島のリクエストにね、はい、三沢が応えて、上がってくれたというね、はい、感謝の気持ちの方が大きいんじゃないですかね、それから大沢さん、全日本プロレスのファンの皆さんって本当にあったかいんですよね。そうですね、まあ、それはね、大森高尾が帰ってきた時もね、大森自体が戸惑ってましたもんね。さあ、DDT に行ってカウントに入っていって、カウント、ワンカウントです。そして三沢光晴を今度はバックから捉えようというこの小島聡であります。小島もちょっとこう落ち着いて試合を組み立てた方がいいかもしれないですね。よくファンの皆さんが、まあ、私の実況を聞いて、その小島聡、過去新日本プロレスから来た新日本プロレスだったという表現やめてくださいねって言われるんですけれども、しかしこれ浅野さん言うなればね、はい、もし4年前のことだったら伊沢は全日本プロレス、はい、そして小島聡は新日本プロレスですから、全日本と新日本がこうやってぶつかってるというね。そうですね、はい、プラスやっぱり、うん、その根っこの部分っていうのはあるわけで、はい、小島の場合はアニマル浜口ジム、を経て、うん、新日本で長谷博士、はい、佐々木健介のコーチを受けてレスラーになってるわけですよね、はい、だからやっぱりそういうものは残ってるわけですからね、はいはい、ただどこの団体に行ってもレスラーはレスラーであって変わらないわけですよ、はい、さあ三沢光晴、三沢のその勝負カラーというのはグリーン色、ご承知の通り、そして小島聡のその勝負カラーはオレンジであります。夕日のような真っ赤な情熱的なその夕日のオレンジ、小島聡、そして三沢光晴、今正面手前サードロープエスケープしました。和田恭平レフリーが大きな声でブレイクというふうに命じました。その言葉を受けて素直に分かれた両選手、逆水平見舞った小島聡、もう一発逆水平、逆水平見舞った小島逆水平、三沢光晴に逆水平、ニュートラルコーナー送り込んでいって、そして小島聡、三沢光晴のもう胸板が真っ赤になっています。エルボーを見舞って逆水平、切ってくる、切り離してくる小島の逆水平、もちろん三沢光晴も受けるのは初体験でありますが、三沢レブラを切っておいた、投げっぱなしのジャーマンできた、三沢が起き上がった、バックを取った、投げっぱなしのジャーマン、2発目は効きましたね、1発目は受け取ってましたけどね、はい、ただ小島もちゃんと三沢の動き読んでましたよね、あのエルボーを、ね、かわしてのジャーマンは、ね、なかなか良かったですよ、はい、三沢光晴、小島聡から食らった初めての投げっぱなしのジャーマン、そして小島聡は突っ込んでくる、おタイガードライバーに行くのか、三沢の得意技を見舞った、タイガードライバーズ、それを返しました。あと三沢は場外エスケープしますね。そうですね、レスラーとして屈辱的な瞬間を三沢は体でもって受け止めてしまった。自らの得意技タイガードライバーを相手選手にかけられた、エルボーを見舞っていった、ここはブランチャを見舞ってまいりました。三沢光晴にこの若獅子小島聡が勇猛果敢に攻めといったところで10分を経過しました。あのジャーマン出したあたりから小島いい感じになってきましたね、乗ってきましたね、はい、小島がエプロンで身構えれば三沢はエプロンした、ブロン越しでもってここは思いっきり浴びせ蹴りを見舞ってまいりました。エプロン越し、あのコンヒーローですかね、今のはね、体ごと当たってましたね。そうですね、はいはい、エプロンからのコンヒーロー、そして三沢光晴はこの国技館、八角形の国技館の上空を見つめています。天を仰いでいる、
隅田川から吹いてくる心地よい風、それが熱風となって八角形のこの6名間、戦いの6名間の中に吹き荒れています。その中を小島聡と三沢光晴、そしてエプロンから小島聡が三沢光晴にこの体勢から絞り上げて、さあ小島聡、三沢はこれを捉えている。三沢県人不罰か、小島聡絞り込んでいって、そしてこじこじ勝った、こじこじ勝った炸裂、三沢光晴にどうだとばかりにこじこじ勝った炸裂。若獅子がそのたてがみを振り乱して、小島聡が三沢光晴に勇猛果敢にここは懐に飛び込んでいっています。鉄柱、三沢の息が上がっているのか、青い息と息状態の三沢光晴に鉄柱の下で持ってここで返した。これは三沢ならではですね。そうですね、パワーボムをフランケンで返しました。このスペースでね、はい、しかも下床ですからね、はい、これは本当にかける方もね、一歩間違えたら自分がお怪我するわけですよね。さあお互いの申し塔となっています。両国国技館のリング上、そしてまたファンからの声援、大きな声援を受けてこの両雄の激闘、果てしない死闘が展開されています。ニュートラルコーナー付近から、さあ三沢光晴、ここはショートの蹴りに待った、ハンマー落とした、三沢光晴バックドロップ、抑えません。胸板が真っ赤な三沢が片エビ固め、2カウント。今あの放送席の前にあの転落した時に小沢さん胸板見たんですが、ちょっとあのもう切れてる感じですね。そうですね、はい、ただずっとね、もう何年もそういう試合を見させてきてるわけですね。はい、三沢光晴がこの4年ぶり1460日ぶりに上がった全日本のマットで若獅子小島に見舞った技は延髄。三沢がトップコーナーに登った。さあ緑色の戦士はミサイル、三沢がミサイルを発射。さあそしてまた大佐野さん飛び技ですね。そうですね、三沢がトップコーナー上り詰めていった、スプラッシュに行きました、抑え込んでいってどうか、2カウント。やるな、なかなか決まらないじゃないかというそんな表情は三沢光晴であります。まあ、でも本当に小島の踏ん張りどころはここからなんですよね。はい、タイガードライバーで来るか、さあ三沢約4年ぶりにフルス全日本のマットで見せるタイガードライバー、これが炸裂するか、小島粘ります、ショルダースルーで返した、三沢のエルボー、小島のエルボー、三沢が小島がエルボーがすんなりました。お互いに肘で持って火花を散らした、そして小島勝った、三沢が浮き上がる、バックを取った、投げっぱなし、先ほどのこれ大沢さんお返しですか。そうですね、はい、小島がコシコシカッターでくる、息を整えながら小島さとし、あとタイガースープラックス、さあタイガースープラックス、4年ぶりにこの全日本マットで見せた三沢光晴、タイガースープレックス炸裂、正面からは小島コール。ここでね、小島立ってほしいですね。はい、タイガードライバーで来る、4年ぶりに見れるタイガードライバー、しかし小島は腰を落としました。してきたの蹴り、浴びせ蹴りを見舞ってまいります三沢光晴、飛ん
レス王道マットで見せたタイガードライバー。しかし小島はフルカウントで返しました。あ、フェイスロックですね。兄様がフェイスロックで来る。あの調整大軍ね、作った当初はね、はい、このフェイスロックを決め技にしてましたよね。なるほど、ね、大沢さんガッチリ入ってますか、どうですか。そうですね、ちょっと汗の滑りがあると思うんですがね、かつてはこれでね、ジャンボ鶴田と戦ったわけですよね。長くこの全日本プロレス王道マットを見つめていた大沢さんから、約4年ぶりにそのタイガースープレックスが三沢から出た、その瞬間大沢さんどう思いました。そうですね、あのもう技じゃないんですよ、僕が見てるのは。技でもない三沢のね、このプロレス、はい、試合にかけるね、覚悟が見えるのが僕はやっぱり三沢の素晴らしいところだと思うんですよね。なるほど、大技小技もう関係ないですね。そして三沢が、これはね、フェイントを1回かけるところだったんですよ。そしてマッケンロー、そのね、フェイントのかけ方はタイガーマスク時代に使ってたんですよね。で1回フェイントをかけてエルボースイシーダーを狙ったと思うんですが、はい、ちょっと滑りましたね。エルボースイシーダーには行くことができませんでした。滑りました。汗をかいている、まあ、それだけ両者が激しい戦いを展開しているということ、テレビの前のファンの皆さんは、ただね、三沢今の失敗であの、はい、マッケンローで足かられたじゃないですか、ペース配分としてはね、随分狂ったと思いますよ、はい、ここから小島チャンスだと思いますよ、はい、そして小島がエプロンで、そして一発蹴りに待っています。小島もね、ただがむしゃらにね、はい、行ったらね、やっぱり反撃されますよ、はい、考えて攻めていかないとまずいですね。オープン越し、小島さとし絞ります。絞っていってブレンバスターを狙ってくる。さあ、三沢も腰を落とします。力を倍増させ、そして三沢光晴をキャンバスに背中から叩きつけることができるか、小島聡。粘ります。そしてブレンバスター後方待っていった、エルボーになった、エルボーになった、三沢がエルボーになっていった。そしてエルボー、ランニングエルボーですね。はい、カバーに手を押さえて封じて2カウント。三沢も結構汗の量多いですね。そうですね、そして三沢エメラルドフロージョンにも行けなかった。バックから小島も攻めてくる。ローアンラリアットはバックから行った。しかし痛み走った、肘に痛みが走りました。ここでね、小島止まっちゃダメですね、はい、さあ、とにかく全日本プロレス関係者の皆さんも今日どんな思いでこの三沢の試合を見つめていることでしょう。さあ、その間に小島聡セカンドロープに足を乗せ、カーッてひっくり抜いて、どうかボールに行って、カバーに行って、2カウント。さあ、この後ですよね、小島ね。そうですね、こっからの打つ段階ですね、あんまり間を空けるとね、ダメですよ。コーナーの下にはノア勢がいます。ノア勢が、小太郎が、リッキー・マルビンが、小川義成がじっと戦況を見つめている。そんな中、三沢光晴にブレンバスターに待った20分経過して、ノーカウント。三沢がエルボーでいった、エルボーでいったんですが、小島聡が、そして三沢光晴が、両者がバンしています。リング上、起き上がれるか、両者起き上がった。小島がラリアットブロックした三沢、三沢がエルボーで倒した。バックに回って腕を取ります。大佐野さん、裏十字決めてますね。そうですね、これ結構三沢の裏技でもあるんですよね。
さあ、これ地味に見えますけど、これかなりまずですよ、はい、裏十字を狙って三沢光晴、これでベイダーもやられてるはずですからね。そうですか、今日も外国人選手をこの技で、しかもベイダーですからね、やっぱり ね、 ね、あの体はワンツースリー大変なわけですよ、こういう技決めるしかないわけですよね、はい、小島が一旦エプロンからリングして、さあそして正面手前から放送席目の前、エルボースイシーだ、エルボースイシーだ、しかも私ソーサルさんの目の前に突っ込んできた、エルボースイシーだ、炸裂しました、今狙いづました一発でしたね。そうですね、さあエルボースイシーだが炸裂、そして小島が、三沢が今真正面に突っ込んできた、エプロン際でエプロンで来る、タイトルがいません、エプロンで来る三沢、絞り上げてLet's go!
若獅子を吠えろ。そしてここで燃焼しろ。バックルバズね。さあそしてタイガードライバー91ですね。ねじ伏せるか、ねじ伏せるか、どうか、スリーカウント。三沢光晴、4年ぶりフルゼッケン日本のマットで勝利を挙げました。三沢のタイガードライバー炸裂です。大沢さん、はい、お願いします。一言。そうですね、まず小島本当に頑張りました。あと一歩だったと思います、それと同時にこの小島をねきっちりと正面から受け止めてくれた三沢光晴、はい、やっぱりこの人は偉大なレスラーですね。ですね、はい、でね、はい、エプロンからの断崖のタイガードライバーもやりました、はい、最後のあの危険な角度のタイガードライバー、はい、あれをね三沢が出したということは小島が覚悟を持ってプロレスをやってる男だと三沢が認めたからなんですよ。なるほどね。和田恭平レフリーから手を掲げられました。三沢光晴、止まりません。私たち王道ファン、全日本プロレスファン、このシーンは誰がまた見れると思ったことでしょうか。さあ小島立ってほしいですね、これね。そうですね、小島よ立ち上がれ。そして三沢ともう一度試合を約束し、そして今、三沢光晴、この全日本マットを後にします。いや、いい選手だよね、でもね、一発一発やっぱりこう、魂を込めてたっていうかね、うん、いや、きつかったよ、うん、やっぱりでも、もう時はね、時間が解決する部分もやっぱりあるだろうしね、まあ、これはやっぱり旗揚げして1年だったらやっぱり出ることはなかったと思うしね、もう初めてって感じですよね。なんか昔のっていうかね、もうあれ武藤社長がね仕切ってる部分ってあるので、まあどっちとも言えないですね今はね。まあ今言えるのはどっちだろうねってとこでしょう。失格になっちゃうけど、うん、ただ俺はやっぱり今2年半だけど全日本プロレスでやってきたことは全然間違ってると思ってないし、間違ってないからこそ今日こうやって三沢光晴とやることができたし、結局、負けちゃったけどさ、俺の中で今、ちょっとね、本当にもう途中からね、覚えてない、覚えてないけど、覚えてないけど、体はすごく感動してる、今はこうやってね、体がもうぼーっとしてて、痛いのか痛くないんだか分かんないけど、頭もね、クラクラしてて、今座ってるのか立ってるのかもよく分かんない、そういう状態で、こうやって試合やって、最後まで知らないでよかったなと、知らないでよかった、それだけです。俺は全日本プロレスをこれからもずっと支えていきたい、そして支えるべき人間だと思ってます。ありがとうございました。はい、
というわけでこの試合は三沢選手の勝利となりました。まあ試合する前からね、まあ、結果はなんとなく分かっていたところかなと思いますけども、この試合においてはですね、プロレス界全体においてもこの大看板と言われる三沢光晴に対して小島聡がどこまで検討するかというところがポイントだったかと思います。その点においてはですね、すごく検討したんじゃないかなと。三沢光晴選手のエルボーを何発も食らって、エメラルドフロージョンも食らって、それをキックアウトすると、本当にね、三沢光晴選手もまあもうちょっとというところまで追い詰めたんじゃないでしょうか。2000年頃からですね、ちょうどプロレスを見ていた僕にとってはですね、三沢光晴の代名詞というとエメラルドフロージョンだったわけですけども、まあそれも耐えた中でね、おこれやるやん、えもしかしたらっていうところまでいったかなと思いますけども、あの試合で僕初めて見ましたタイガードライバー91っていう技ね、まあ、昔からは使っていたかと思いますけども、当時の三沢光晴選手からしたらなかなか珍しい技だったんじゃないですかね。そういうね、当時三沢さんがなかなか開けなかった引き出しを使わせたというところもね、小島聡選手がどれだけ検討したかというところの証になるんじゃないでしょうか。プロレスリングノアのファンの皆さんこれを見てね、どう思うかというところですけど、僕はねもうずっと小島聡ファンなので、今回ね6月12日の試合も小島聡選手をね応援したいなと思っておりますけども、まあとはいえね、僕はちょうどこの塩崎豪対小島聡という試合、どっちも全日本やんって思いながらね、どっちも全日本おったやんって思いながらね、見てるのかなと思いますね。2人がね、全日本プロレスで重なることはなかったですけど、まあ同じくね、全日本プロレスを支えたレスラーたちですよ。プロレスリングノアのファンの方がどう思うかちょっと分かんないですけどね。はい、そのところで来週はこちらの試合をお届けいたします。2009年9月26日、横浜文化体育館で行われた船木正勝対鈴木みのるの一戦です。いやー最近力入ってるでしょう。来週からですね、ある壮大な計画を持って、この試合をご紹介したいと思います。というのもですね、この2人の歴史をたどるとですね、全日本プロレス史上初の金網マッチがあるんですね。来週以降はですね、この2人が金網戦に至るまでのストーリー、遺恨、因縁というものをなんと5週にわたってお届けしていきたいなと思います。というわけでまず第1弾、この2人の15年ぶりのシングルマッチ、こちらの試合ですね、来週お届けしたいと思います。それではまた次週、そして次週以降の船木正勝鈴木稔月間、こちらをね楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。